こんばんばはです、えー、本日はもう日が <laughs> 変わってしまったんですけど先ほど埼玉に「えー、と胸骨新垣梨沙ちゃん主演の」の舞台を見に行ってまいりました。まあねこのご時世、えー、と相次ぐ興行各種の中止の中、えー、とまあなんていうんですかねしっかり 工業をつなんか貫くというのかなあーしっかりやられてるっていうのを確認したい意味もありましたし単純にガキさんの,あの女優としてのスキルが素晴らしいので、えー、とその辺を今日はお話ししたいと思っておりますお付き合いくださいえっとねガキさん、まあ、舞台もうね、えー、と長いんですよ舞台女優新垣リサというイメージの方がもう僕は強くなってしまって強くなってしまってますね えー、特にもうこのね何て言うのかなき切れちゃってるいっちゃってる女系今めちゃめちゃ得意です、えー、理由説明してまいりましょうえっ、ー、とね実は今日のこの何て言うんですか演出家作家演出家の松澤呉羽さん、えー、とこの人のね、まあ、前作品の新垣梨沙ちゃん主演のやつがめちゃめちゃすごかったんですね リサ子の「ガチ恋沼俳優俳優沼」だったかなそ,そんなやつなんですけど、えーとまあ、それがすごかった。であとざっくり言うとあのガキさんがダダ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 ,ダセリフを喋るんですけどなんかいわゆるオタク特有なそのマシンガントークなんだけどちょっとずれちゃってて誰にも向けてない言葉みたいな役なんですよね。そういういのが うまいといううまいというとはちょっと違うんだけどなんかねいそうでいないいなそうであこれ,これで伝わるみたいなまあ、それをうまいと言っていいのかなうまいんですよねそれそうしましょう最初からねうまい、えー、でもっとなんかどうしどういたかったかというと適切な表現があるんじゃないかなと思って探したら出てこなかったあの頑張ります まあそういう感じで、えっと、ガキさんの、まあ、前作のその松沢呉葉さんのは僕は梨紗子のガチ恋俳優沼以来というふうになると多分記憶してるんですけどそれで胸骨見てまいりましたよ、うん、作品の感想ズバリというズバリざっくり、えー、いきましょうもう出ずっぱりですガキさん出ずっぱりそれでねあの 感情を常に入れながらやるんでまあ俳優みんな女優そうだよって言われるかもしれないけどこの入れ濃度が濃いやつですねそれであのこの起伏の激しい系のねえこれ2時間20分これでやり通すんですよ。まあ驚,驚いたことは実はなかったんだけどガキさんこれができんなと思ってたから驚いたってのはないけど。 あれこういう集中力ってすげえなあっつうのはまず、うん、これなんでかというと「モーニング娘。」時代とかに「ここっっっち方面ででんなななににややるるようになるとやっぱり読めなかったです、まあ、モーニング娘。」おそらく彼女が入ってから卒業までっていうのが一番光が当たりづらかった時期そんな10年ぐらいだったと思うんだけどガキさんは。 現役過ごしてたわけですよねで、舞台の世界でもこれガキさんらしいなと思うのは両方とも結構いいちゃんとセンターポジションいけるのに光直で当たらない役がうめねえ不思議ですねなんか先日亡くなりました野村監督が「を長嶋を太陽とし自分は月見そう」なんて言っておりましたけど。 月味噌系女優っすようんもう一流の女優に見えてますだけどじゃあそういう光っていうふうなところで言ったらどのポジションなのって考えると皆さんがもしかしたらガキさんの舞台を見たことないとか分からないっていう人多いと思うんでそれが答えだと思いますねえ、まあ 過去に、まあ「リボーン」とかね昨今、まあ、リメイクでビヨーンズ「拳ファクトリー」がやった舞台なんてありましたけどあの時井上麗ちゃんがやってたあのジャンヌ・ダルク役なんかをねもう9年ぐらい前かな確かやってるはずなんですよ。でその時ももちろんもちろん,なんすか演劇演劇当時は女子舞台はなかったけど。 もう女優として全然そうあるのは分かっていたんですけど、まあ、ここまで突っ走ってくれるとは思わなかったということですねあと多分これ松原呉葉さんはだいぶガキさん好きなんじゃないかなもうあと信頼があるんじゃないかなでも大抜擢余裕でやれるっていうふうに映りましたそれぐらいちょっと新垣リサこれいなかった場合の舞台が想像できないドセンター中のドセンターっす まあね、モーニング娘。確か7代目リーダーがガキさんだったと思いますけど彼女は歌ってる時ってどんな感じかっていうとまあリーダーの時っていうのはものすごい迫力あるこのちっちゃい子ちっちゃく可愛く童顔に見えるんですけどいざ声出し始めたり歌ったり踊ったりするとめっちゃパワフルなんですよね。 それは去年とかのひなフェスまあ今年は中止になって残念なひなフェスですけどもでもガキさん出てくるともうなんかおお、ね、姉さん来たなーみたいに <laughs> 一番感じる威勢の良さというんですかねそういう風なのが見られるまあ舞台というのに対してどんな舞台でも手抜かない感じもビンビン来ますね。 モーニング娘時代もそうだったんですがただこれからよく言うカラフルキ,ラフルキャラクターが出る前の恋愛ハンターまでだったかな確かガキさんねあのシングルで参加してたので恋愛ハンターから EDM 路線に入ってまあモーニング娘。逆襲みたいになるんですよね。これガキさんらしい人生だなと何か思ってしまうなんかすごく。 表現間違ってたらあれだけど問題だけどまあそんな問題でもないかもだいぶ過去だしねでもそういう彼女の人生全部考えてると今のこういう配役とかっていうところで届くもの多かったりするき気がしますねなんかねた楽しませるっていう感じじゃないっすはっきり言うとこの現実社会から逸脱しますから ほとんど僕はほとんどの舞台がああこういう子いるねっていう像を見せてもらってない気がするでまたそういうのが得意ちょっとサイコパス系なのかね <laughs> なんかねうんこんなにうまいと思わなかったですで他の俳優陣とかっていうのを食っちゃう感じっていうのでもないんだけど堂々となんか抜的に応えていくそしてそれが結果的に うん、なんかこの子じゃないとダメだなってさせるようなそういう雰囲気ですよじゃモーニング娘。自体それでどうだったかっていうことに少し話やっぱりね戻しながらやらないといけないんですけど高橋愛ちゃんね高橋愛ちゃんがいるとさっきの本当に大長嶋の後ろの月見そうじゃないけど時期もそうだったしモーニング娘,娘。自体の時期もそうだったし。 メンバーもやっぱ強い子がね隣にいるっていう中でやってきたまあでもだから今なんていうのかな主役ドーンとやれちゃうのかもしれないななんかどっかで前に出て自分がってあったんでしょう決して実力がねあの引けを取っていたってわけではないただ高橋愛ちゃんはすごすぎたモーニング娘。の歴史の中でも多分後藤真希 高橋愛なんていうのはもう実力ね名実ともというとやっぱり後藤真希すごいけど実力で言ったら新垣梨沙高橋愛だったら高橋愛かなと思うとこあるしね垣、ね、さん全然いいけど面白いですね人の人生歴史というのは。 で舞台女優としてもやってるガキさん何が素晴らしいかを、えっと、最後にお届けして、えっと、あお届けというかまとめて、えっと、今日の動画はこの辺としましょう新垣り沙さん素晴らしいところまずボンと2ついきましょう今日は2つにしましょうえっと脚本に対しておそらく素直すぎるキャラクター作りができあとガキさんっていう一つの演技女優の方がもう出来上がってると思います うまくその肩に、えー、と自分が乗ることによって、えー、マジックを起こせるそんな女優になっているそういうふうに思う点が一つあとはおそらくなんですけれども舞台裏舞台の共演者というところへの配慮がすげえ効いてるなというのが、えー、たくさんのところで受け入れられるんですがまず今日なんか一番感じているのは。 この松沢はクレハさんはあのカーテンコールっていうのをやらない方らしいんですねどういうカーテンコールどういうことかというと舞台が終わった後ににんかみんな俳優陣が拍手の中に出てきて挨拶みたいなことをしないとそれぐらいなんか一つの世界観演出にこだわっているというようなお話を伺いましたでその中で例えば今日はウイルスの問題とかがあって特別で今回の 演なんていうかな公演かな公演の後はされてるらしいんですよ。でそこで喋るのはガキさん、一人ですねで。その時にちゃんとそのもう演出家だったり俳優陣の気持ちなんていうのを背負えるだけの女になってるんです。こういうなんかね、あのー、人の一番 出しにくいとこ言いにくいところとかっていうのを背負って言える。もう肝ができ。てる。ここが彼女の僕は魅力だと、そういう風に再確認して、今日は演劇を見てまいりました。えー、胸骨おそらくこれ興味ある方。まだ当日もチケット売ってるの僕見ましたんで僕何にも回されてないですよ。それはあの工業も関係ないですよ。だけど3月15までやってて。 このガキさんん体感するのも面白いんじゃなないいかかおすすすすめででっっていうことを伝えたかったですじゃあ今日はそんな感じで終わりましょう。えー、とたまにはまあ演劇ね、そして最近コンサートがない中ですから、まあ、こんなのを見て体感したものなんていうのもお届けしながら、国をチャンネル進めていきたいと思います。じゃあそんな感じでまた会いましょう。おやすみ。